どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレでいろんな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は洋楽です。イギリスのバンドオアシスのワンダーウォール、こちらの曲かっこいいですよね。このワンダーウォールって曲もガズレレでは以前ね、Don't Look Back in Anger やってるんですけど、このやっぱ両方並ぶ曲だと思うんですけど、やっぱロックの歌い継ぎたい、世界中で歌い継がれている、曲をウクレレでやるっていうのはこれまた最高でございます。皆さんぜひ始め やってみてくださいね。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョンを演奏してから、後半はかっこいいバージョン、16ビートル独特のイギリスのね、あの感じですよ。はい、シューゲーザーな感じでやろうと思うんで、最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、憧れの曲、自分で歌う、カラオケもいいですけど、自分で楽器演奏しながら歌う弾き語りが、これが最高でございまして、でもピアノとかギター難しいです。まあいずれはそういうのもいいと思うんですけど、まず取っかかりとして一番おすすめなのがウクレレ、これですね。音楽諦めてた、楽器は私無理というあなた、ウクレレだったらできますからね。弦4本だし、押さえるの簡単だし、ちっちゃいんで、いつでもそう触っていられる。これがいいところです。で、簡単だけど奥も深いんで、長くつくね、一緒に友達、音楽と友達になれるツールですよ。はい。ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube だったら、いつでもどこでも練習し放題。すぐ弾けるようになります。で、YouTube だったら無料ですからね。どんどん始めましょう。音楽やって豊かに。はい。で、もうちょっとしたらここのリンク先行くんですけど、貼るんですけど、そのリンク先の、初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の1からだ順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今弾けちゃってんじゃないってすぐなりますから、ぜひ皆さん始めてください。じゃあリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリックカシッ。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた650曲以上のありとあらゆるジャンルの曲が、しかもウクレレレッスン動画ですよ、あります。簡単にできますから。洋楽はもちろん、最新 J-POP、 夏メロ、アニメソングから、ハワイはもちろんあります。もうありとあらゆる音楽をやってますんでね、ぜひさっきのリンク先の下の方に、リストがあります。覗きに行ってください。で、この曲見慣れないコードが2個出てきます。このコード G の指数とA のサス4。これ簡単なんで、びっくりしないでください。後で、簡単バージョン終わってから途中で解説しますんで、ちょっと見といてください。じゃあ早速、Oasis Wonderwall。シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。
はい、まずはシンプル簡単バージョンやってみました。もちろんガズレレリショートカットバージョンで2番をカットしてるんで、フルでやりたい方、ご自分でどんどんコードとか書き出してください。ノートに書くのをおすすめします。その時の参考になるように見せたいと思うんですけど、今回洋楽の場合はいつもこのパターンなんですけど、歌詞がね、やっぱ多いんで、歌詞カードプリントアウト、歌詞をプリントアウトして上にコード書き込むって感じでやってますから、まあ一応参考程度に見といてください。これの、この曲に関してはコード内のさっきの動画のテロップの方が拾いやすいかもしれません。とにかく前半はね、このコードをぐるぐる回してるだけなんですよ。はい。で、さっきも言ったでしょ？これ、Gsus2 と Asus4。これがね、今回の肝になるコードですから、この2コードが。これ後で説明します。まあ、ひとまずざーっと見ておいてください。こんな感じでガッツさん書いてんだな、つって。わかりにくいとか、カタカナとかバンバン書いてますからね。早いよとか、こう、ブロックに分けて考えると、言いやすかったりとかするっていう、こう、ヒントがここに隠れてますから、はい。ここ、ハーリダーとか、こう、わかりづらいとか、もう、カタカナで書いちゃったんじゃないかし。はい。どんどんこんな感じで書いてます。これはもう、誰に見せるんではなく、自分がわかりゃいいやつなんでね。ここはね、タイミング要注意だぞってことで、私は星マークで、ここだけ食ってないんですよ。こういうのがちょっとリズムのわかりやすさとか、ここだけ D7 が一回出てくるとかね。この B メロはこれが基本のこのコード回しになってますからね。はい。で、最後サビなんですけど。このサビのね、コードの間合いの取るタイミングもちょっとね、癖と言っちゃうんだけど、すごくかっこよくも、あり難しいところでもあるかなって感じ。ここのコード進行はまあ基本この回しになってます。ラストだけこの回し。まあ、コード内の、動画内のテロップの方がわかりやすいと思うんで、ちょっと参考にしておいてください。で、はい、出てくるコード。まず問題のコードは後で解説します。A マイナー、C、F、G7。この4つは、ガズレレ入門コードです。これはもう、ウクレレ習ったその日に出てくる、もう超定番コードなんで、あえて今日ここでは、まあ、言わないですけれども、一応これです。はい、ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというコードのグループの一個で、これはね、今日は多くは語りませんが、ウクレレをこれから始めようと思う方、このガズレレ必須コードっていうのは、8個の、入門コードのグループで、まず最優先でこのコードから習ってください。しかも、私が以前そのコードを解説する、必須コードを解説する超わかりやすくて面白い動画をアップロードしています。ここにリンク貼っています。ここでコードの勉強しておいてください。で、今日の一番目玉になるコードがあるんですけど、目玉っていうか何ていうのかな。はい。これですね。まずこの Gsus2 と、こっちから行こうか。Gsus2。これはですね、押さえる場所。ここと、ここの2箇所です。こうですね。こんな感じか、こんな感じ。指はどっちでもいいですけど。これ G というコードがあって、こことこことおさえるんですけど、それの一弦を弾かないやつなんで、こうですね。この一弦の音をずっと A メロでは鳴らしておきたいんです。なので、このコードを使います。これはこの指でもこの指でも押さえやすい方でいいと思います。はい、続きまして、もう一個の方のコード。これはですね、ここに書いてある。A の指す。こっちは、他の曲でもちょこちょこ出てくるんで、これはまあ簡単です。ちょっとやってみましょうか。押さえる場所、こことここの2つだろう。こうかな。はい。なんで、Gsus2から、こんな風に動くとか、こんな風に動くとか、まあうまいことやってください。この2つのコード、今日キーポイントです。押さえるのは簡単ですけど、なんで、コード名が出てきて、ゲーと思わないでくださいね。はい。このコードを使わないと、このオアシスのこの曲の感じだからが出ないんです。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。これはね、コード進行全く同じで、リズムだけが違います。まずですね、16ビートの、シャッフルっぽい感じですね。こんな感じです。コードがかかる。ワンブロックに2つコードが入ってるから、ジャンジャカジャンジャジャンジャジャン。後半に来るコードは、アップで入るっていうのをイメージしておくといいと思います。例えばこの最初の A マイナーと C、ワンブロックに入ってるってことしたら、A マイナーはダウンからで C のところでアップになる。ジャンジャカジャンジャ、C ジャジャカジャンジャカ、A マイナーが C ジャンジャジャン。C がアップ。後半の方がこうアップで入る。こういう風に覚えておくといいと思います。これ16ビートで軽やかにやるんですけれども、これ面白いところです。まず前半の入ってるところは、アコギだけの1本なんですよ。で、ウクレレで表現するときに、ちょっと書いたんですけど、ここにピッと書いてるでしょ。ここからリズムが入ってくるんですよ、ドラムがね。なんで、こっからチャを入れます。ここまでは、
茶を入れずにやって、ここから16ビート茶になります。はい。今やった16ビートとか16ビート茶の弾き方、以前私が解説している動画、ここに貼ります。このリンク先はですね、ガズレレホームページで、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページがある。その中から16ビートと16ビートの茶という動画を見て、16ビートをマスターしてもらいたいんですけど、皆さん、いきなり16ビートはちょっと難しいです。なので、8ビートという欄がありますので、8ビートと8ビートの茶をマスターしてからやった方がはるかに早いんで、遠回りしながらじっくり16ビートに入っていきましょうということでございます。あとは特にね、決めということも なく、淡々と進むのがこの曲のかっこいいところでございまして、はい。で、Eって言えば最後かな。一番最後のところで、ここのラストのコード進行、ちょっと変わるの。ここ、F から Am、ここを決めって書いてある。G サスで、ここだけちょっとやってみるかな。一番最後ですよ。ダンダダダンダダスキャス、ここ、ダダ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 バーン。決めず、ダカ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 、エンディングです。このぐらいですね。はい。そんなことを踏まえながら、ワンダーウォール、かっこいいバージョン。軽やかな16ビートシャッフル感出しながらも、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。いいバージョンやってみました。このブリティッシュバンド、マンチェスター独特のこのリズムというか、ジャンチキタクチキタクチキタクチキ、この感じがね、ウクレレで表現できるとまたさらにいいと思います。このそれウクレレでやるっていうのがもう本当は新しいですよね。本当に可能性がある。やっぱこういう名曲もやっぱりウクレレ似合いますもんね。ぜひ皆さんも楽しんで音楽どんどんやってください。さあ、ありがとうございます。でですね、ガズレレいろんなことやつ、イベントもやってるし、いろんなグッズ、こういうウクレレを販売したりして、もうあと本も出してます。いろんなインフォメーションご覧になってください。どうぞ。はい。ガズレレホームページ、どうぞご覧になってください。ガズレレホームページを見ていただいたら、いろんな情報、盛りだくさん。はい。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。で、ガズさんですね、いろんなイベント、やっております。で、最新情報からここにバーっと書いておきますけど、博多、広島と、福岡行きますからね。2月は、お待ち、もうそのあたりの方も大集合してください。ウクレレ持ってきてよ。ウクレレ持ってきて、一緒に歌いましょう。お一人様も大歓迎。私がいるから安心してください。楽しいですよ。で、いろんないい話もするし、皆さんの質問にも答えるし、まあ、とにかく楽しい。で、こういうイベントどんどん、さっきの下に続いていくんですけど、三重とかね、そっちの方に行くんですけど、この先また日本中行きます。どこまで行くか、最後。2019年9月1日に、ドーン!日比谷の野音ガズレレ決定しております。この辺の詳細、もうちょっとしたら大公開します。ちょっと楽しみに待っておいてください。野音でガズレレですよ。これやばいことになりますからね。はい。それでですね、はい、こちら、ドーン!ガズさんね、CD も出してます。CD。CD っていうのは2枚組で、1枚の CD は作品としての CD。もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン動画ということで、CD はね、YouTube でも、
全部公開してレッスン動画も上がってます。その CD のこと、レッスン動画のこと全部ここに一目にして CD の関係のことまとまってるんで、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃかっこいいですから。今流れてる BGM もその CD からコードは4つ書いて作れてできちゃうってやつですね。はい、この CD もよろしくお願いします。あとね、本いろいろ出してます。はい、主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレの、あのスピリット、私がどういうこと、私は白血病で骨髄移植したりとか結構すさまじいんですよ。その中で楽しみを、拾ったぞっていうのはこの本で、はい、こっちはリットミュージックから出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則本、超簡単版です。これめちゃくちゃお金です。はい、こっちはガズレレ歌本シリーズもとうとうボリューム5まで来ました。こちらも累計3万部を超えてる売り上げを誇っていまして、なんで売れてるかというとめちゃくちゃ分かりやすく簡単だからです。はい、ありがとうございます。こっちはもうあの YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しんでいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです。ホームページ一回冒険してもらうとですね、いろんなグッズ売ってます。このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります。ああ、これはもう大盛りだ。ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう。楽しくやろうぜ。バイバイ。また会える人はどんどん会いに来てくださいね。さよなら。音楽楽しみましょう。バイバーイ。チャオ。